10枚ベッドはフランスの作家オノレド・バルザックによる長編小説。彼の作品群人間喜劇では風俗研究のパリ生活風景に分類されている。1846年10月から12月までコンスティテューショネル誌に連載され、翌年重計ポンスと共に貧しき演者として出版。未婚の中年女性ベッドがバレリーと示し合わせて、 周りを破滅に導く様を描いている。ユロ家から援助を受けて暮らすユロ男爵の妻である、アドリーヌの10枚のリスベット・フィッシェルは、密かに、ポーランドの亡命貴族ベンツェスラス、シュタインボック伯爵と数年間同棲して、貯金を全部使い彫刻家になるための援助をしていたが、アドリーヌの娘、オルタンスに略奪されてしまう。ユロ男爵の部下の役人のマルネフの妻バレリーは、リスベットが、 ユロ男爵の親戚として友人になって、情報を交換するようになり、リスベットとバレリーは復讐のためユロに近づく。バレリーは、ユロ男爵とクルベルの援助で金持ちとなり、リスベットは男爵の兄であるユロ元帥と結婚することで、ユロ家の庇護者となる計画を立てる。ユロはバレリーに入れ上げた挙句、公金を横領する。 アドリーヌやリスベットのおじジョアン・フィッシェルは、ユロの抗菌横領の件で、アルジェリアで、獄中自殺。ユロ元帥は、弟の不祥事により、辛労で死去。ユロは辞職後姿を消す。終盤で、クルベルト・バレリーは結婚するが、伝染病により、死を遂げる。アドリーヌは失踪した夫を発見し、家へ連れ戻す。ユロ家に平穏が戻り、リスベットは、 復讐が叶わず失意のうちに病死する。ユーロ男爵は改心せず新たに雇った炊事女を、くどき、それをアドリーヌに目撃され、ショックのあまり死去。ユーロはアドリーヌの死去後すぐに再婚。ありがとうございます。